どうもカゲヤンです。今日はですね、夜明け前が一番暗いのかもしれないということについてお話ししたいと思います。えー、っとですね、夜明け前がですね、夜明け前の暗さ、え暗さがこう一番暗いっていうのをこう聞いたことがあるんですけども、それをね、自分の今の置かれてる状況にこう置き換えてみたらいいと思うんですけども、夜明けっていうのがそのまあまあえたこ 結果が出てくる状態やとしますねなんか自分に対してこう、えー、結果をこう明確に分かる、えー、状態と考えた場合ですね、えー、その明確にこう結果が出てくる良い結果ですけども結果が出てくる手前ですよね夜明けの前ですね。 これが一番暗い一番暗いっていうのは一番辛いというかしんどいというか、えー、そういうことは、えー、味わうというかその感じることになるんかもしれないなというふうに思います。だから、えー、と僕もちょっとね今結構しんどいというかあの辛い辛いという感情まあ つ辛,、うん、辛いですかね。うん、でちょっとしんどい気持ち的にこうそうですねしんどい思いをこうしている時にですねいろいろ続けてることをもちろんそれはやめるっていう選択肢は僕の中にはないんであのずっと続けていくんですけどもその結果が出ない、えー、自分の思,思ったというかその良い結果がね、えー、あまり出ないという。 えところが、えー、あってですねその、えー、そこがですねこうちょっとしんどいなーってずーっとこうずーっとこう続けてきててなかなか結果がこう結びつかないこと、えー、結びついてることもあるんでですねその結びついてることに関してはですね、えー、ありがたくこうありがたいなということでこう。<laughs> その感謝するというかそういう気持ちではあるんですけどもそのなかなか結果にこう結びつかずにこうずっと続けていることっていうのがえ自分の,その努力不足ももちろんあると思うんですけどもえ何かのこう何かしらのね結果がこう出てほしいかなというところはあるんですけどもなかなか出ないというところがえもしかしてこれはえー夜明けまでなんじゃないかなと。 いうふううににちょっとと、えー、考えるようにしたんですね夜明け前やからこうしんどいんからなとだから、えー、もうちょっとしたら夜明けが来るこう光が当たるというかその明るくなる、えー、状態にこうなるんじゃないかなと。でそのねそういうことを思わず淡々と続けられればいいんですけど人間なんでですねいろいろな感情がありますし。 やっぱりそのそれなりのご褒美というか、えー、結果というご褒美が欲しいというところもありますんでですね、あのー、やっぱりそのしんどさはやっぱあるんでねそこがこうしんどいんではあるんですけども夜明け前なんで、えー、一番暗い状態になってるのかなという感じでちょっと思ってるというところでですね、えー、すこの後すぐに結果が 出るとかそういうことはちょっとまだねこの後こう続けていかないとわからないですしあとね、えー、それだけじゃなくてですね自分のその努力というかそのもっと工夫することであったり創意うう工夫研究ですねそういうことをこうしっかりとこうやっていかないとですねそのやっぱり夜明けにはなかなかならない可能性もあるんで、えー、そういうことでえちょっと。 この自分の中のこうしんどい思いをですね、えー、夜明け前なんじゃないかなとこう思うようにしたと、うん、そういうふうに考えるようにしたというところですねだからそのこう頑張ってこうやったはる人をいろいろねこう取り組んでおられる方もお,るとあおられると思うんですけども結構ねそ,のそこで諦めずにですね、えー、夜明け前やと思うというかその。 ほんまにももうちょっとした結果出るる可能性もあるんでですね、えー、頑張ってて続けていただくで。どうしてもしんどいんであれば、まあ、まあやめやめるっていう選択肢もあるかもしれないんですけどもそのね一旦こう目標というか目的というかそういうものがこう決まってる場合にですねそのやめるっていう選択肢がこうないですよね僕の中でねそうやめようって思う気持ちがこう湧かないというか。 ただその結果が出ないことにのこうしんどさっていうのはまあもちろんあるんですけどもそのやめるっていう選択肢は起きないというところですねだからやめるっていう選択肢をこう持ってしまうっていうことは、えー、それぐらいの目的やったり目標やったりする可能性はありますよねだからもうちょっとその目的目標の、えー、見つめ直しっていうのをこうした方がいいかもしれないですね そういういう一つのねこう大まかではありますけど定まった方向が、えー、しっかりと、えー、見定まっているとですね、えー、途中でやめたりとかですね、えー、諦めたりっていうことはこうないんかなと。 いうふうに考えております、うん、で、えー、諦めたりやめたりするものっていうのは早々にやめてますよね僕の場合やと。ずっとある程度続いて続けられてて、えー、結果が出ないことに関しては自分がそれをやりたいと思ってやってることなんでそれが結果を出したいと思っているもんであったり、えー、しっかりとした目標であったり目的であったりするんで、えー、続けることはできているというところで。 でそういうしんどい気持ちがこうある時に夜明け前なんじゃないかなと言って自分をこうちょっとこう収めるというかね気持ちを収めるというかそういうところで他の何かで結果が出るとそれでこう和らぐところもあったりとかねいろんなことはあるんですけどもね。うん、ということで今日は夜明け前が一番暗いのかもしれないということについてお話しさせていただきました。ででは今日ももよっししゃーでいきままょうどううどありがとうございます